はい続報でございます。えー、もう一つ、続報が入りましたね、えー。羽生結弦選手についてねあの、心配していた方、結構多いかと思うんですけれども、今回の地震の影響で、えー、営業を停止していた、えー、アイススケートリンクの、えー、仙台が、えー、3月22日に一般,一般営業再開だそうです。はい えー、パーシーニッキさんから今いただきましたね。うん。まあ、羽生選手の、えー、練習状況とか、どうなってるのかなと、えー、気になってた方も非常に多いと思うんですけどもね、まあ、一般営業再開ですので、まあ、もちろん氷の状態はいいです、いいと思いますし、えー、羽生君も練習できるんじゃないかなと思います。まあ、た一般営業中はね、練習はあのしないと思いますが、えー、夜間の。 貸切練練習習ととかかでは練習してるんじゃないかと思い思ますちなみに羽生君って僕素朴な疑問なんですけど、えー、一般営業中とか練習たまにしてるんでしょうかねうん多分練習してたら、えー、ファンの方が殺到しちゃうんで多分ねしてないとは思うんですけど、えー、一般営業再開というニュースで聞いて安心したファンの方多いんじゃないかと思いますとりあえず安心はい これで心大きなく練習できるかと思いますがまあでもまだ余震とかもね続いているっぽいので注意しながらの練習かなと思いますがはいというわけで、えー、パーシーにきさんありがとうございますこれで以上です